はい、こんにちは、トヒャピーです。今回の動画はこちら、ゴープリンセスプリキュア、クリスタルプリンセスロッドです。さあ、武器が登場しました。今度は振って発動する振動のアクションが入ってますね。そしてエレガントドレスアップキーが今回3つついてます。スティック形状とか集める系に弱いですよね。やっぱり合体攻撃、プリキュア、トリニティ、ルミエール、各キャラクターのボイスが入ってるっていうのは非常に嬉しいところですよね。さらにはこのアイテムの中にもミニゲーム、プリンセスタクトゲーム、占い、プリンセスリズム入ってます。各種個別攻撃と合体攻撃、非常に楽しみですね。インナーは透明のブリスターですね。さあ、本体とエレガントドレスアップキーが3つ入ってます。はい、まずはピンク、エレガントローズですね。濃いピンクです。バラをあしらったドレスで、胸の部分には変身ドレスアップキーに比べると非常に濃いピンクですね。さあ、胸の宝石が高級感漂ってます。さあ、続いては、おー飛んでった、黄色、エレガントルーナドレスアップキー、こちらも濃いめの黄色になってます。はい、月と星、胸の部分には星の宝石です。さあ、そして3つ目、よっ、硬いですね。これ青というか薄い紫のエレガントアイスドレスアップキーですね。胸の部分には雪の結晶、そして中央にはパールっぽい宝石、アイスだけあって非常に角張ったドレスのデザインです。至る所に結晶があしらってます。それ見た目がかなり豪華です。もちろんこれらはプリンセスパフュームに対応してますので、そちらの動画はまた別でアップしてます。リンクは動画の説明欄に貼ってます。はい、続いてはメインの本体です。こちらは全ドレスアップキーを認識、個別認識するみたいですね。ボディの下半分は白、そして中央が透明です。持ち手はなんかギリシャ建築っぽい高級感漂う柱のようなデザインですね。下のボタンが決定ボタン、上のボタンが選択ボタンです。柄の部分の透明の中は光ります。まあ、こうやって見る限りかなり綺麗に光りそうです。そしてこちらが主なギミックが詰まっている場所、後ろの羽はドレスアップキーを刺した時に開きます。通常はロックされてます。裏には電源スイッチ A と B がありますね。電池は単4電池2本使用で、蓋はネジ式です。最近ネジのものが多いですね。スライド式はダメなんでしょうかね。はい、電池装填完了。左が A、右が B ですね。B モードだといきなり説明が入りますね。こうしてああしてって指示が出るのは非常に優しいですね。ボーイズトイではこういうのないので非常にありがたい気がします。まずはモード A の攻撃遊びからいきましょう。ドレスアップキーを刺して回転、ああ余談ですけれども、羽が開くのはエレガントだけです。他のドレスアップキーは開きません。キーを回して振ると攻撃のセリフが流れます。キーをもう一度セットし直すとモードエレガントです。3回振るとそれに合わせてプリキュア、トリニティ、ルミエール、ボタンは反応しないですね。ご機嫌ようの後に振っても動作はしないです。次はルナ、
ほんの少しの振動で鳴るので、オーバーなリアクションは不要ですね。そしてアイス。続いてはモード B。続いてはプリンセス占いです。ひまわり。
はい、ドレスアップキーとの連動でした。そしてここ本体の裏のロックパーツ部分にはまってる透明のハートパーツ、こちらは取り外しできるんですけれども、何なんでしょうね。単なる蓋っぽい形状なんですけれども、特にギミックとかはなさそうなんですよね。ただ取説には外せますとだけ書いてます。まあ、外した後何するのかっていうのがよくわからないですね。謎です。はい、というわけで今回の動画はクリスタルプリンセスロットでした。いやー、これギミックが充実しすぎてます。まあ、このハートパーツなんですけれども、パフュームにつくのかなと思いつつも、全然形状が違うので本当に謎なパーツです。もちろんこちらもつきません。形状は同じなので、これはかなり遊び応えあるのかなと思いました。それに合わせて今回の動画も18分かな、かなり長くなってしまいました。本当にご視聴ありがとうございます。以上、トイハッピーでした。